トムロフトのレースバト飼育日誌。ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。6月14日水曜日の朝です。ハトさんおはようございます。今日の棚の上の位置は2はいますね。この背の方、この背は3月27日に生まれたオスバトですね。初めて配合した子供になります。 グランドのラインとワンデー長距離のラインタイタンのラインを掛けた通りです初めての子ですからどんな子供になりますか楽しみです今日の朝も曇り空急舎の中は暗いですね外もそれほど明るくないので鳩の出方はどうでしょうか、えー、出社口を開けました昨日よりも今日は競って外に出ていくようです勢いよく外に飛び出して 飛翔を始めたハトたちです20パぐらいですかねこの鳩たちは優秀だな元気だし飛び方もスタート直後いい感じで飛び始めてます旧車の屋根の上に行く鳥とかまだ旧車から出てない鳥がずいぶんいますのでこういう鳥たちは無理に追わずに今日も自然と飛び立つのを増したいと思います お少しずつ飛んでる鳩が増えてきましたね25羽ぐらいになったかないい感じの飛翔始めてます今日の天気は曇りですけども時々ポツポツと雨が降ってきてますまだポツポツ雨なので大したことはないんですけども天気予報ではこれから天気が悪くなるという予報出てますので早めに鳩を急車の中に入れて なるべく今日は濡らさないで、あをしまいたいなと思ってます。あとはどんどん東の空の方へ飛んで行って遠征に行今日ですね。ああ遠征に行きました。今日も飛び立っていない鳩たちです。おおこの背後まなんかは一番子ですね。一番子でも飛んでない鳥はいるんですね。 三番湖ももう外に出てきてる鳥もいますね。何かの刺激で飛び立ってほしいなと思います。カラス寄ってこい。寄ってこいっていう感じですね。遠征に行った鳩が戻ってきました。今日の遠征時間は三十分。久しぶりですね。この三十分という遠征時間。 こういう天気のあまりはっきりしない日でも遠征に行くようになりましたこういう時の遠征は私はあまり好きじゃないんですけどねいつ雨が降ってくるかわからないし遠征している途中の場所は部分的に雨が降っていたりうんそんな心配もしてますしかし戻ってきたはず見ますと順調ですね えー、遠征に行ったは数そのまんま戻ってきてますのでこれならば失踪の心配ないんで、えー、今日の遠征は優秀な飛翔でしたこれから天気良くなってきますとこの遠征時間が延びてくるんでしょうけどね1時間ぐらい遠征して戻ってきてということを繰り返すようになれば本物なんですけども一部降り始めましたね。 ここで降りてくれば飛翔時間は三十五分ですね。まあ遠征三十分に三十分して、少しぐるぐる回ってということなので。この曇り空の中、よく飛んでくれたと思います。あとは飛翔四十分ですね、降りてきました。その後。飛んだり降りたりを今繰り返してます。今は六時五十分なんですけども。 一部の鳩は屋根の上に降りて私にちょっと笑われてまた旧舎の方へ前戻ってますね上空は何波か飛び回っている鳥がいたりしてまだ全球が揃った感じにはなりませんもう少し外で遊ばせて7時過ぎぐらいで呼び込みたいと思います 幸いこう雨はまだ降らないですねこのまま雨の降らない状態で車外が終わってくれるといいなと思ってます今日は三十分という時間、遠征に行ってましたのでその影響なのか、戻ってきてからあんまり飛び立たないですね飛び立つのは数羽でこう全部が飛び立って一緒に飛び回るということはしませんでした かといって呼び込んでもなんかあちこちにハトが散らばってましてなかなか入ってきてくれませんもう入ってこないハトは今日の朝ごはんは食べられなくなりますということで今どん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 餌をまいています今日も順調な社外をすることができました特に集団疾走した様子もなくこれからは3番湖ですね 注射の中に入ってきますので注意深く様子を見ていたいと思います本日もこのブログにご指摘ありがとうございましたまた次回もご視聴いただいたよろしくお願いします失礼します